ジュゼッペ・アルチン・ボルドはイタリア・ミラノ出身の画家。マニエリスムを代表する画家の一人とされる。生物画のように緻密に描かれた果物、野菜、動植物、本などを寄せ集めた、珍奇な肖像画の制作で世に知られる。アルチン・ボルドは1526年にミラノで画家の息子として生まれた。1549年により、ステンドグラスのデザインをはじめ、 ミラノのドゥオーモに作品を残した1556年、ジュゼッペ・メーダと共に、モンツァ大聖堂のフレスコ画を制作する。1558年には、聖母マリアを描いたタペストリーのデザインを手掛けたが、そのタペストリーは未だに、コモ大聖堂に飾られている。1562年、アルチン・ボルドは、ウィーンにて、フェルディナント一世の宮廷画家となり、 後にその息子のマクシミリアン2世や孫にあたるルドルフ2世にも使えた。アルチンボルドは画家としてだけでなく、宮廷の装飾や衣装のデザインも手掛けた。また、祝典やババヤリ試合の企画、水力技師などで非凡な才能を発揮した。ハープシコードのような楽器も発明した。アルチンボルドが描いた伝統的な宗教画は、現在では忘れ去られてしまっているが、 野菜や果物、木の根といったもので構成された独特の肖像画は現在でも多くの人を魅了し続けている。ある評論家たちはこういった作品は気まぐれで描かれたものか、それとも精神の作乱から来ているものなのか議論している。しかし多くの学者たちはアルチン・ボルドの作風は謎やパズル、風変わりなものに魅了されていたルネサンス期を反映しているもので彼が 精神的に不均衡であったわけではないという見方をしている。1593年、アルチンボルドはウィーンでの公務を引退した後、故郷のミラノで死去した。死の少し前に、フローラ、ウェルトムヌスに噴するルドルフ二世といった傑作を完成させ、プラハに送っている。ルドルフ二世は、この冬変わりな肖像画を大変気に入り、アルチンボルドに高い地位を与えた。 1648年にスウェーデンがプラハを侵略した際、ルドルフ2世のコレクションから多くの作品が持ち去られた。アルチン・ボルドの作品はウィーンの美術史美術館、インスブルックのアンブラス城、パリのルーブル美術館、スウェーデンのいくつかの美術館に所蔵されている。その他、イタリアではフィレンツェのウフィス美術館、クレモナ市立博物館、アメリカでは バズワースアテネウム美術館、デンバー美術館などにある。日本にある作品としては、ウェーターが挙げられる。ありがとうございます。